大東亜戦争を通して参謀本部の重要な位置にいた瀬島隆三。瀬島はその経験を生かし、戦後政財界における昭和の参謀と呼ばれた男にした。一方、彼には未解決の疑念が数多く存在します。特にソ連のスパイだという噂が流れ、彼を囲んできました。敗戦時、関東軍作戦参謀として満州に赴任した瀬島はソ連軍との停戦交渉を担当。本人は否定していますが、60万の日本人をシベリアに送る密約を交わしたとの説が存在しています。さらに、堀栄三の台湾航空戦戦火誤報の報告や小野寺誠からのソ連参戦情報を握りつぶしたのも瀬島で、8万名の将兵が戦死したレイテ島の戦い、ソ連の対日参戦で日本を陥れた張本人です。昭和天皇は戦後このように語ったといいます。先の大戦において私の命令だというので、戦線の第一線に立って戦った将兵たちを咎めるわけにはいかない。しかし許しがたいのは、この戦争を計画し大戦を促し、全部にわたってそれを行い、なおかつ大戦の後も引き続き日本の国家権力の有力な立場にあって指導的役割を果たす戦争責任の回避を行っているものである。瀬島のようなものがそれだ。